ね、実際そうじゃない？マジで。本当に。マジ、ここ最近のゴールデンウィークのコラボ、言っちゃ悪いけど、無理してコラボしてるじゃん。本当に。なんか、無理やりコラボしてみたいな感じになってるからさ、だったら別にさ、コラボって言わずにさ、あ、普通に、今回に関しては、何？一個、あの時は何だっけ？漫画家。漫画家の、なんか、イベントやりますよって言って、終わればいいしさ、まあ、漫画家のやつイベントやるって言わなくてもさ、普通に、ね、ワルツのやつ、ゲーム出たんで、それのやつで、やりますよ、みたいな。イベントやりますよ、みたいな。感じでやってくれたら別にいいと思うんだけどな。そう。で、なんか、しかも、コラボに関して、やりやすさ、やりにくさとかはいろいろあるとは思うんだけど、なんか、なんか微妙なところコラボっていう感じだからな。で、やっぱコラボってなると、俺個人としては、他作品っていう印象がやっぱあるのよ。やっぱり。だから FGO でコラボイベントしますって言われたら、お、フェイクかなとか、草銀かな、月姫かなみたいな。魔法よかなみたいな。があったりするんだけど、それでなんか、FGO 主体のやつで、ワルツですって言われたら、いやー、これはコラボじゃないよな、みたいな。それは、ワルツなんよ。FGO 派生だからコラボでもないよ。自社なんよ、みたいな。になるし、漫画家ですって言われても、いや、漫画家は FGO が始まったから始まったやつでしょ、みたいな。いや、違うんよな、みたいな。それはコラボじゃないんよ、みたいな。になるから、もう、今後マジでコラボっていうのを、やめればいいのに。やめればもうみんな文句言わないと思うよ。マジで。文句は言うと思うけど。なんか、ひどくない限り大丈夫だと思うしな。そう。で、実質さ、グダグダもコラボじゃん。言っちゃ悪いけど。コハエースとのコラボじゃん。けど、グダグダイベントになってるじゃん。だったらもうね、ワルツのイベントです。漫画家のイベントです。って言うやいいのに。ゴールデンウィークに無理する必要ないんよ。ゴールデンウィークにはレイド戦とか、あとなんだ、ボックスイベントとかなんかそれぐらいやってくれるだけでちょうどいいのよ。美味しいイベントやってくれるだけで多分みんな、あれ黙るよ。まあ、ストーリーに関していろいろあるけどな。モロチン事件とかな。いろいろあったりするから。レクイエムに関してはかわいそうだなとは思ったりはするけど。まあまあまあ、それは置いといて、レクイエムもレクイエムで、なんかぶっちゃけ、一番ひどかったのは自転車問題だったからな。そのこと考えたら、うん、まあ、けどあのタイミングはコロコロとかがいろいろ始まったタイミングだしっていうのもあるしな。まあやっぱり、ゴールデンウィーク無理にコラボしなくていいんやろ、きっと。やらんでええわ。レイド戦か、ボックスイベント。てかボックスやってほしいな、ゴールデンウィークに。それだったらなんか、上半期と下半期、クリスマスと、何？ゴールデンウィークで一回ずつ、ボックスイベントってなって幸せになるのにな。みんな笑顔になるだろ。やったーって。で、ゴールデンウィークの方はピースモニュメント主体で、で、クリスマスはスキル石主体で、みたいな感じで。いろいろ分けたらいいのにな。ないのかな？やらないのかな？そうやってくれると、今後嬉しいかもしれない。かもしれないっていうだけで、いろいろなんか言うかもしれない。知らんけどな。